2、1、スタート。6、7、8、9、10。皆さんこんばんは、ロシア人です。COCJC ACE Company of Heroes 2 オープンベータ記念杯ラウンド2タイプ97千葉選手 VS ナイス白田さん選手、こちらの試合を見ていきます。解説は引き続きオートゲロさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラウンド1、いろんな戦いが見ることができました。そしてそのラウンド1を勝ち抜いたこの2人のプレイヤー、マップが変わってホロードヌイ・フェルマ・バトルフィールド、まあ、ホロードヌイとお呼びしましょう。このマップでの戦いです。このカンパニー・オブ・ヒーローズ2の新しい特徴でもある冬マップでの戦い、非常に新しいというかもうメインですよね、多分、まあ、東部戦線ですからね、まあ、非常にメイン要素というような形でもあるこの冬マップの戦い、どうなっていくんでしょうか、見ていきましょう。白田選手、ナイス白田さん選手、白田選手とお呼びします、こちらがドイツ、対するタイプ97千葉選手、千葉選手をお呼びしましょう。こちらがソビエト、陣営が分かれました。このホロードヌイというマップ、中央弾薬ポイントは1つ、燃料ポイントは南に1つ、北に1つ、計2つ、あとは、まあ、マップ北側に VP が両翼に1つずつあって、弾薬ポイントの南手に VP があるというマップです、まあ、比較的サイズの小さいマップですね。なんていうか普通な感じのマップですよね。はい、雪景色に覆われていること以外は割と普通なマップです。このホロードヌイ、フェルマバトルフィールドホロードヌイ、マップの頭の K は読まないそうです。ロシア語に詳しい方、その辺はあの解説いただきたいと思います。ロシア人さんなのに、ね、僕このハンドルネームで本音言ったらいかんですね。 K は読まないんですよ、知ってました？知らなかったでしょう。こんな感じでいきたいと思います。ちょっと気になるところを、まあ、紹介すると、なんかキャプチャーポイントのところに何かありますね。あ、ありますね。ファイアピット、これは何でしょう。この近くで踊るわけではありません。神官が踊るわけではありません。ファイアピット、これは体温上昇が関係しています。今はブリザードが起こっていませんが、しばらくすると吹雪、ブリザードが到来します。ブリザード中は歩兵の体温が低下していくために音源を探す必要が出てきます。このファイアピットはその音源になる要素です。他にも体温を獲得する要素はいくつかあるんですが、この外にいる状態で体温を獲得するためにはこのファイアピットの近くにいなければなりません。このファイアピット、マンパワー50でグラナディア、もしくはパイオニア、もしくはコンバットエンジニア、コンスクリプトが建築することができます。なんというか非常に新しい要素ですよね。はい、なかなかその戦術的に組み立てていくにはまだプレイヤーがそこまで成熟していないという感じはありますが、どういう風に転んでいくかわからない要素でもあります。良くなるかもしれない、良くなるかもしれないし悪くなるかもしれない、いろんな要素を、まあ、込めている、含めているマップで、要素でもあります。白田選手、 T1 ワンパイオからの T1 フォルクス、あ、すみません、グラナディア、 MG、 モーターと T1 ユニットをスナイパー以外1部隊ずつ順番に出してきて、さらにグラナディアを1部隊追加。対する、千葉選手、これはどうでしょうか、どういうオーダーでしょうか。エンジニア、コンスクリプト、3コンスクリプトからのエンジニアで、はい、さらにモロトフですね、はい、モロトフ 3コンスクリプトからの、エンジニア追加、さらにモロトフ火炎瓶ですね。今、コンスクリプトが投げました。この火炎瓶、火炎瓶って言っていいのかな、モロトフカクテル、これを研究完了しました。千葉選手、コンスクリート主体でかなり歩兵中心に攻めていくようなスタートオーダー。対する白田選手は MG モーターを一部ずつ出しています。これをうまく使ってこの歩兵の波を食い止めたいところ。多分これカクテルじゃなくて普通のグレネードじゃないかな。一応説明文だとモロトフコクテルって書いてあるので、多分、あ、マジっすか。はい、モロトフコクテルだと思います。違いよくわかんないですけどね。ここで千葉選手のコンスクリートがウラーですね、弾薬5を使ってコンスクリートの移動速度が、まあ、マックスまで上昇するこのスキルと、使いまして一気にモーターを回り込んでリトリートさせる。ただこれ走ってると打てなくなるんですよね。そうですね、走ってる状態を打てないというのはワンの時も一緒、走りながら打つというのはできません。普通の状態では打てるんですが、ウラーを使っている状態ではこう打ちながら走るということは動きはできません。単純に移動速度が速くなるというだけです。
マップは半分半分といったところでしょうか。少し千葉選手キャプチャーよりも先頭を重視しているためか、マップ北側が全く触られていない状態が続きます。ここで城田選手が T2 の建築を完了。何を出してくるでしょうか。まだ動きはありません。さあまた走っています。千葉選手のコンスクリートがうらーっと走りながら一気に走っていって、 MG が家に入った瞬間モロトフを投げた。今3部隊がうらーしてましたね。3部隊がうらーしてモロトフ一気に投げる。コンスクリートを縦横無尽に雪マップを走り回る。ここは体のホームグラウンド。 MG 変わります。ここはうまくコンスクリートの移動速度上昇スキルとモロトフを華麗に使って MG に仕事をさせません。千葉選手ただこれはちょっと削れてるんで痛いですね。千葉選手のコンスクリート自体もかなり、ライフルグレード決まったか。いやモーターじゃないかな。モーターの迫撃でしょうか。ここでコンスクリートの方が下がっていきます。あグレネディアには FF 食らいましたね。グレンの方がモーターのフレンドリーファイアを受けてしまったか。ここで生産はハーフトラックの城田選手、モーターキルの中にフレンドリーキル3多いですね。はい、フレンドキル3です。白田選手このハーフトラックをどう使うか。弾薬はそれほどないので LMG アップグレード取っています。それほどないので解放者はまだ持てません。お、来ましたね。さあブリザードのカウントダウンが始まりました。あと1分でブリザードが消えます。画面右手側タイマーが出てきています。このタイマーがゼロになると吹雪が到来するというお知らせです。実はこのタイマーアルファテスト以前の段階では存在していませんでした。そうなんですよね。アルファテスト前、アルファテスト前のお披露目会みたいな場所で、の時ではこのタイマーがなく、かつランダムなタイミングで吹雪が来たらしいので、さすがにそれは勘弁してくれというところでタイマーがつきました。そしてアルファテストからクローズベータに移るタイミングで吹雪の間隔が短くなりました。そしてクローズベータから現在のオープンベータに入るタイミングで、なんと吹雪中にも滝が焚けるようになっています。実はクローズベータ中は吹雪が到来した際には滝木は焚けませんでした。これ南のエンジニアじゃないや MG 凍えちゃってますね。これ実はファイアピットの範囲外です。ファイアピットの範囲非常に狭い。このポイントの中に置かないと、今体温上昇のマークが出ている。この白い矢印が下に向いている状態は体温低下、そして赤く上に向けば体温上昇。この状態であれば凍えることはありません。沸騰してるんじゃないかって気がするんですけど、体温沸騰してるかもしれませんね。大丈夫ですかね。この吹雪ブリザード今到来しています。フォグはどんな感じなのかというと、こんな感じ。今これは城田選手の視界です。ほとんど見えていません。吹雪が到来すると視界が非常に制限されて、なかなかマップの状況というのが把握しにくくなります。今城田選手の視界状況を見ています。このハーフトラックや車両ユニットの中に搭載することで、ちょっと体温低下を防ぐこともできます。体温低下そんなに激しくないので、キャプチャーポイント間を動くぐらいは平気でできますよね。多分 2CP 間ぐらいだったらいけそうですよね。そうですね。そういう感じでこう焚き火を点々と動くということもできるでしょう。そこまで致命的なダメージがあるというわけではありません。ここでコンスクリプトが AT グレネードを投げて裏で突っ込む。トップガンナーがデストロイ、さらに MG もエンジンもデストロイしているこのハーフトラックに対して、コンスクリプトどうする、どうする、モロトフ。ただ裏をする必要はあったのか。投げた後に裏だったのでちょっとやることがなかったか。ハーフトラックは倒せずじまいではある。しかし足止めはできたでしょう。モーターでこれ一網打尽にできませんかね。確かにそうですね。それは面白いかもしれません。千葉選手これは HM38 120mm モーター、ショックモーターコーディネーションタクティクスを選択しています。タイプ97千葉選手、これ射程長いですね。長いですね。 120mm の方はものすごく射程は長いです。あこれエンジニア凍えちゃってますね。パイオニアか。はい、修理しているパイオニア、今体温計がドクロのマークになっています。これはもう限界値を超えています。限界値を超えているとドクロマークが出て、徐々に体力が減ってだんだんと死んでいきます。逆に言えばこのドクロマークが出るまでは安心ということですね。特に問題はないということですね。吹雪が明けました。
ここで吹雪が火炎もつきましたね。でハーフトラックは火炎持ち、ちょっとタイミングこれ早かったらねもっと温められたかもしれないんですが、ここでようやく吹雪が開けました。ガードを召喚してきています千葉選手。さあ吹雪が、はい、殺せそうな、これいけば殺せるんじゃないですか。突っ込めば倒せるか。このハーフトラックエンジンダメージが入っています。追えないか。千葉選手は目標ターゲットを変えました。南側 MG42 がこちら側に来ていました。これに対して攻撃を仕掛けます。タイプ9の千葉選手、ハーフトラックはモーターだ。モーターは決めた。おお。ハーフトラックダウン。さすがモーター使いですね。モーター使いタイプ97千葉。吹雪が明けたところでもう一度城田選手の視界を見てみましょう。こんな感じです。やはり先ほどの吹雪の状態と比べればやや広くなっているといったような感じでしょうか。そしてフォグを戻します。タイプ97千葉選手、この 120mm モーターをうまく使って火炎ハーフトラックを倒しました。火炎ハーフトラックアップグレードにも弾薬120を使っているので決して安いというユニットではありません。むしろ高いくらいですかね。そうですね、できれば大事に使っていきたいユニットではありましたが、ここでやられてしまった城田選手。ついで STKFZ221 スカウトカー、まだアップグレード完了していません。まもなくオートカーのアップグレード完了しアーマードカーに今変わりました。というかいきなり名前変えられる方も大変ですよね。そうですね。しかし城田選手といえば CO1 パンツァーエリートのプレイヤーでもあります。このアーマードカーをよく使っているプレイヤーでもありました。城田選手といえばこのアーマードカー、僕はそんなイメージを持っていますが、モーターヘルス半分持っていく。ですよね、すごい削れますね。やはりモーター直撃でかい。ちょっとこれ城田選手操作が止まってしまってるか。コンスクリプトの AT グレの射程内決まった。 AC ダウン。むしろあれモーターだけで殺せたんじゃないかって気もしますね。それもあるかもしれません。ここで城田選手アーマードカーを少し嫌な形でやられてしまいました。コンスクリプトがすぐ裏足で突っ込んできます。モータークレームモロトフでダウン。さらにカウンターですね。千葉選手のこの 120mm モーターのカウンターも綺麗に決まってモータークルダウン。ちょっと拾えません。左翼からはガード、これガードがうまくフランクを仕掛けるか。グレネード決まった。 MG ダウン。千葉選手ここでモーターを露覚して帰ります。まだモーターが欲しいのか。世界各国のモーターを集めるのが夢だと彼は言っているのかもしれません。何言ってるんですかね。僕はロシア語わからないので言ってるかもしれません。なるほど。さあさらに MG までパックまで落としてしまいました城田選手。当然これ千葉選手はこれ見たことかといった感じで一斉に持っていきます。バーゲンセールかのごとく全部持ってきますね。全部持ってきますね。 MG パックモーターええもん落ちとるやんけといったような感じで全て持って帰ります。タイプ97千葉選手、一気にソ連のユニットが増えていく。パック取られた時に押すとはちょっと厳しいですね。ここで城田選手 T3 からオストビント、フラッグパンツァー4オストビントを生産してきました。しかしオートゲロさんがおっしゃった通りパックは奪われてしまっています。実際ちょっとダメージ減りました。どうでしょうね、まあ、ちょっとその細かいところは分かりません。オストビント実際のところは生産台数非常に少ない戦車らしいんですが、カンパニーオブヒーローズではかなりレギュラーを張っている戦車です。なんか数十台しか作られてないらしいですよこの戦車。マジす、え、そんなレアなんですか。そんなレアらしいですよ。オストなんか本当にその辺の知識がある人は、え、本当にオストビントいるのみたいな、そういうことを言うらしいです。これ確か4号の車体ですよね。そうですね、パンツァー4って書いてありますね。オストビント一気にこれは奪われたパックですね。露覚されたパックの裏を回り込んで倒していくか。ここは千葉戦ちょっとこれクルーの人寒そうですが、ここで倒されてしまった。一人これなんか寒そうな動作をしていました。裏に回り込んでパックをここはクリア。しかしガードの AT ライフルが地味に体力を削っていきます。パンツァー4自身もちょっと壊れかけか。城田選手このパック持ち帰りたいが敵陣奥深くすぎるか。下手に拾うとモーターで一網打尽ですからね。そうですね、拾いたくても拾えないといったような感じでしょう。しかし拾わせるわけにはいかない城田選手。グレナディアを完全にこのパックに貼り付かせて
まあ、拾わないように監視しているといったような感じでしょうか。対して千葉選手、路獲したモーターや120ミリモーターでもってこの辺りに砲撃を繰り広げます。そして T34 出てきました。 T34 ミディアムタンクタイプ90の千葉選手、今掲示板の方に書き込みがありました。43から45両だそうです、オストビント。おお、レアですね。レア戦車ですね。ここで T34 が到着。パックに関してはコンスクリプトが拾い直すでしょうか。白田選手としてはあまりよろしくない展開と言えるかもしれません。これでラム食らってからの AT ガンなんていうコンボも決めれるようになりましたからね。そうですね、 T34 にはスキルがあります。これはラミングマニューバーというスキルがありまして、まさにラムのように波状土のように自身の車体を突撃させることで自身がイモビライズド、移動不能とメインガンデストロイになる代わりに相手の手砲を壊し、そしてエンジンに致命的なダメージを与えるスキルがあります。まさに捨て身の特攻、この T34 できるんですけれども、単体ではねラミングをしてもそのとどめをさせないので使いどころが難しいんですが、こういう感じでパックや AT ガンなど、まあ、そういう補助火力があればもうどんどん使っていきますね。ラミングはもう鬼に金棒ですからね。鬼戦車に金棒、はい、鬼戦車に金棒、なるほど、ちょっとうまいこと言いますね。もうすぐあと10秒ほどで2度目のブリザードが到着します。こういう形でブリザードがゲーム中何回も、来るために、その度にこう吹雪に対する対策を練らなければなりません。そして何よりも戦車が出始めると何が問題かといえば、彼らファイアピットを踏み潰していきます。そうなんですよね。マップ左手タイプ90の千葉選手の、HQ 前の SP をご覧ください。ここにファイアピットあったはずだったんですがありません。これ T34 が踏みました。なぜ自分のものを踏んでいくのかという、こういう形でさっきまであったファイアピットというのがなくなっている。モーターの攻撃であったり、例えば意図して相手が壊していったということも考えられるでしょう。そういう形でファイアピットがなくなったところをどうするかというのを考えることも非常に大切です。幸いにも現パッチでは、現バージョンではマンパワー50でファイアピット立てられますから、まあ、気づけば立ててしまえばいいというところはあるでしょう。なんなら取りながら立てるまでありますからね。コンスクリートでエンジニアであったらもう立てながら作っちゃうというのは一つの手かもしれないですね。さあオストビントが今南区の石油ポイント、今からキャプチャー行こうというのに、で今キャプチャーに来たパイオニアの目の前で踏んでいきました。経験値50を獲得、オストビント。あれさっきここに滝木あったんですけど知りませんか。知らんなといった感じでオストビントが佇んでいます。もうそのせいで死にそうですね。パイオニア君修理してあげてるんですけど、あの凍えてますね。T34 がやってきました。オストビントはちょっと T34 には有効ではありません。オストビントはあくまで対歩兵用の戦車です。対抗できたとしても軽車両が限度でしょう。 T34 相手はできない。オストビント下がります、下がります。ウラーをかけてコンスクビットが凍えながらも突っ込んでいく。まさにソ連兵といった形で突っ込んで、どうだ、 AT グレードは投げられないか、投げられない。しかし T34 が追いかける、追いかける。フラッグパンツァーの後ろを追いかけて、どうだ、倒しきれるか。白田選手パックがこっち向きたい、パックが前を向いていない、パックが南手を向いていません。T34 が入り込んできます。別に当てたけど逃げ切れるか。あ、T34 これ危ない。決めた、フラッグパンツァー、オストビントダウン。パックじゃない、しかしパックも後ろを向きました。T34 がここでもダウン、相打ちといった形でしょうか。しかしコンスクリプトがモロトフを MG へ、そしてパックの方へ張り付いていきます。この痛み分け、あれどちらにダメージがあったか、どうでしょうか。今これ戦車燃えてるからか、なんか近くにいた歩兵の体力上がってましたね、体温。あー、なるほど、この戦車の破損した状態の炎というのも体温上昇の効果はあるかもしれません。この辺はしっかりと検証していくべきでしょう。もしかしたらあるかもしれません。戦車同士の激戦が繰り広げられた直後に吹雪が明けました。このブリザード歩兵で勝
ってるのは千葉さんですね。歩兵でか歩兵貸ししているのは千葉選手。このブリザード戦車は影響を受けませんから、ブリザード中というのは非常に車両が動きやすい時間、対してブリザードが解ければまた歩兵も動きやすくなりますから、歩兵と車両がこう一体で動けるようになっていきます。この辺の動き方のバランスがこう天候によって左右されるというのはプレイヤーにとってこう結構頭を使わなければいけない状態ですよね。うるさいですよね。はい、まあ、悪く言ってしまえば少し面倒だということかもしれませんが、逆に言えば考えようによってはいくらでもチャンスが生まれてくる。相手の歩兵が動けなくなっているところにうまくこう視界が遮られているところで突っ込んでいくとか、そういうチャンスメイクというのは、今までできなかったチャンスメイクというのは可能かもしれません。いや、そういうものに期待していきたいですよね。そうですね。城田選手、ちょっと歩兵が今グラナディア2部隊とパンツァーグレナディアが1部隊、対して千葉選手はかなりコンスクリプトをこう綺麗に使ってますから、未だにそんなに減ってない感じでしょうか。1部隊しか解けてませんね。はい、やはりコンスクリプトを綺麗に使ってますね。レッドもどんどん乗っていきます。はい、カンパニーオブヒーローズではこのベテラン C ダメージを受ければ受けても入るということなんですが、ベッド1は全てのユニットがアンロックユニットの、アビリティアンロックです。ベッド1で使えるようになるアビリティというのは全てのユニットに付けられていて、ベッド1はそのスキルのアンロックなんですが、2からは全て能力の上昇です。例えばガードベッド2ではわずかに武器のダメ命中率が上昇し、そして、これはなんだ、耐久力がわずかに上昇するというふうに書かれています。ここで城田選手は、フェストゥンアーマードクトリンからパン、選択しています。ここでパンツァーフォーミディアムタンクをさらに生産。ただもうパック ATG2 つあるんでちょっと厳しいかもしれませんね。そうですね、千葉選手は自身でジス3を生産し、かつパックもいますか。パックもまだ生きているはずです。南の方でキャプチャーしてますね。パックをキャプチャー要因にしてるんですね。なるほど、まあ、確かこれ広いもんですから、そういう使い方もありかもしれません。パックやこう MG そういうユニットでもこうセットしながらキャプチャーできるのは今作の特徴です。特にパックなんていうのはあのビークル扱いですから凍えないんですよね。彼らブリザードの影響受けません。なんでか分からないですけど、彼らはビークル扱いっぽいので凍えません。まあ、このキャプチャー要因として扱うのは割とクレバーというか、なるほどなといった感じがありますね。コンスプリットがまず自らでもって先陣を切ってパンツァー砲へ突っ込んでいく。これバンドルグレードはそれほど決まらなかったか、お返しだという感じでモロトフを投げていく千葉選手。パンツァー砲少し動きが止まってしまったか、近づかれてここで AT グレネードが決まる。エンジンが壊れましたパンツァー砲ミディアムタンク。それを見てどうだ千葉選手は動くか。 T34 は再生産してはいないので機動的な追撃ユニットが、あ、いました、 T34 いました。ただ1台だとさすがに負けちゃうんで。そうですね、パンツァーグラナディアも後ろについています。ここはパン、T34 を突っ込めないと判断して下がりました。いっそラムかけてチェスで追い打ちなんてのもありですかね。確かにありかもしれませんが、ちょっとジス3が後ろにいすぎたかもしれないですね。追い打ちするには遠かったかなというようにも見えました。しかしこうジス3がいるということはそういうコンビネーションでの攻め方も可能です。どうしてもこう車両に戦車に対する随伴歩兵がいないとこの AT グレネードだったりパンツァーファウストで食らってしまうエンジンダメージを避けられませんね。そうなんですよね。しかも今回割となんていうか投げやすくなってますからね、そこら辺。そうですね、スティッキーボム、前作のスティッキーボムに比べるとモーションに入れば射程外に逃げられても当たるというのが今作のパンツァーファウスト AT グレネードともに特徴です。とにかく振りかぶってしまえばいいんですね。すいません、あの、なんだこれ、どっち側だ。はい、どうしました。ロータさん側の HQ の左にある、はい、バックにデモリッション仕掛けてあります。城田選手の HQ 南手、先ほどの多分、T34 を倒した時に落ちたパック、あ、本当だ、
ソ連工兵初期からデモリッションを仕掛けることができます。弾薬90と非常に高価ですが、なるほど、こうやって武器に仕掛けるか。しかしデモリッション自身に視界はないはずなので、今作のデモリッション自身に視界はないので、このパックが拾われたことに気づけるでしょうか。多分これフォグ入っててもなくなったら見えるんじゃないかな、多分ですけど。どうでしょう、白田選手はこのパックは、まあ、拾いたいでしょうね、拾いたいでしょう。それを見て千葉選手はこのデモリッション爆弾を爆発させようと、そういう手はずで仕掛けています。この辺りは位置的になんか他の門が通るかもしれませんね。道ですからね、それもありえますね。芸が細かい千葉選手、この辺りはその COG1 での経験が生きているというのはありますね。はい、ここで今度は T34 がエンジンダメージ食らっていました。ここでパンツァー4がとどめを刺しますが、裏には露獲されたパックが待っている。うーん、4号突っ込めない、突っ込めない、あとわずか、残り一発が決まらない。やはり奪われたパックがかなり嫌な仕事をしてくれています。白田選手にとっては苦しい。そして走っていくコンスクリプト、コンスクリプトが一気に走っていきます。雪道って結構走るの大変なんですけど、枯れますよね。物ともせずに突っ込んできます。これは雪国住まいのね、僕らはよく分かってますよね。走れないよねこんな雪。まあ正直ちょっと足上げるだけでも辛いですから ね、砂浜走ってるようなもんですからね。やはりまあ長州兵といえども雪国暮らしは強いんでしょうか。コンスクリプト一気に追いかけてパンツァー4、やはり AT グレネード怖いですから下がらざるを得ません。このコンスクリプトによる圧力というのが白田選手をなかなか前に出させてくれません。そしてデモリッションはいつの間にか壊れてますかね。あれパックなくなってますね、爆発してたんですね。ちょっと見て いなくて申し訳ないんですけれども、どうだろう、それほど被害があるようには見えないので、今作のなんか撮ってたイメージないんですけどね。近くに通ったから爆発したのかもしれないですね。今作のデモリッション、ちょっと前作に比べてその炸裂範囲が少し狭まってる感はあるので、あんまりその劇的な爆発がドーンとあるかというとそうでもなかったりしますね。まあ代わりに使いやすくなってるんでトントンぐらいですかね。はい、白田選手さらにパンツァー4も追加生産です。4号2両対するちょっと千葉選手のユニット数を教えていただけますか。1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、車両含めて11、すごい多いですよね。白田選手がさらに T34 も来ます。今から追加で T34 も来る。白田選手が2、4、6の8ユニットしかいないのに対して、まあ、それを上回るユニットを千葉選手有しています。そうなってくると白田選手数で負けている以上、なかなかこうダラダラ戦ってしまうとチャンスが生まれません。そろそろポップ100切りそうですね。はい、白田選手でさえ今65なわけですから、千葉選手は収入か、収入ですか。マンパワー収入が100を切るまでユニットがいるんですね。あ、切った、100切りました。プラス90までいってしまったマンパワー、噴火マンパワー収入がプラス100を切りました千葉選手。今作はそのポップキャップによるアップキープのペナルティがかなり大きいです。白田選手でさえ今プラス184、ポップ54です、半分。まずは歩兵が先陣を切って T34 を狙いに行きました。そして裏からはパンツァー4が追いかけていきますが、 T34、 AT ガンの援護が受けられるポイントまで下がります。ここまで下がられてしまうと白田選手のタンクは少し前には出にくいか。ラムしたいなこれ。さあ追加の T34 がやってきました。千葉選手 T34 が2両、ここで一気に前へ向かう。4号ここでやられた、4号ダウン。もう1両も4号前に出ていきますが、2対1だ。さすがに2対1は厳しいですね。1両だけでも返して帰りたい、倒して帰りたいところではある白田選手のパンツァー4。千葉選手やられかけのT34 をうまく下げてボカージュの裏側、射角の取れないポイントに逃がす。そしてパンツァー4ダウン。やっぱパイオの体温上がってますね。なるほど、やはりこの車両の残骸のこの炎というのも体温上昇の機能を持つということですね。ここで白田選手投了、勝ったのはタイプ97千葉選手ソビエト。グッドゲーム、ジジさあ、いかがでしたか。
いやー、なんというか熱い戦いでしたね。非常にまあ押したり引いたりを繰り広げてて面白いゲームだったんですが、一番なんか素晴らしいなと思ったのは千葉選手のそのコンスクリプトの使い方ですかね。はい、なんというか生かす戦い方っていうんですかね。はい、あの体感としてこのゲーム非常に歩兵死にやすい感じはありますよね。はい、その中でよく死にますね。その中でそのおそらくそのここの一人一人のユニットとしては一番あまり能力が高くないコンスクリプトをここまで綺麗に使ってほとんど生き残らせるというのはこれはもうさすがというほかないですよね。もうワンからのなんて言うんでしょう、完成みたいなもんですかね。はい、その歩兵への扱い方がやはり慣れているということはあるのかもしれません。コンスクリプトこれほど厄介なのかという戦いを見せてくれました。タイプ90の千葉選手がラウンド2勝利、準決勝へと駒を進めます。解説はオートゲロさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。